宮田一郎はフェザー級東日本新人王準決勝に進出した。対する相手は真柴亮。一足先に決勝進出を決めた幕内一歩と再戦の約束を交わしていた宮田にとって絶対に負けられない試合だった。あんたが宮田一郎か。俺がいる限りフェザーの頂点へは行けないぜ。あんたの親父もチャンピオンになり損ねたらしいが。いいもんだな、親子でお揃いってのはよ。対真柴戦のファイトプランはもう用意してあるよ。あとは切って落とすのみ。あの時のことは倍にして返すぜ、真柴さんよ。あいつが上で待ってるんだ。行かせてもらうぜ。てめえみてえなボンボンにだけは負けてたまるかよ。ラウンドワン、ファイト。飛ばしていくぜ。引く。走るな。フェザー級東日本新人王戦の開始です。
지지! この珍しいパンチ持ってるからって調子に乗るなよ。2 3 4 5 6 7 8。舐めやがって。ぶっ殺してやるぜ。このラウンドで決着がつくのでしょうか。少々の被弾は想定内だ。冗談じゃない。終わりにしてたまるか。やりやがったな。あいつが待ってるんだ。ラウンド4、ラストラウンド。飛ばしていくぜ。相手も笑っても、これが最後のラウンドだ。行くぞ。ロッドダウンです。
んだ、聞いてたまるかよ。ボックス。冗談じゃない、終わりにしてたまるか。もらった。勝者宮田。負けるつもりなど毛頭ない。やったぜ